そして B 賞、あ、ですね、ビガンを作ったとられているのは伊藤不動さん、74歳、建築のノーベル賞であるプリッツカー賞を受賞されています。すごいなんですね。設計が日本設計、そしてゼネコンが竹中工務店、清水建設、大林組の協力によったタイトルでこういった非常にスタイリッシュというんですか、こういったコンクリートのデザインのものを作っている。で今の伊藤さんが前回のザマさんに聞いたときにこの間でお話しになった。デザインであるはずなんです。あの自動車とか自転車とか、ちょっと金銭では何だけど、はい、決まってない。今回未定案の中に入ってます。はい、ここが先決まってますけど、まだ細かいところが。そうです。だからこれからの皆さんのいろんな意見っていうのが具体化していく上ですごく大事です。これから1年間、国際企画っていうのは医療競技場にありまして、だから医師だけではなくて、あの IAF と言いまして、国際医療競技連盟がちゃんとその自分たちの考えてスキルに合うかどうかっていうのは一回検査を。検査は、はいはい、そこは通らなきゃいけない。その通りです、ね。まあだとしたらですね、この競技場をこれから多く使う競技種目の選手たちの意見も多く聞いてしまう。そうですね。そうですね。これだけ似てると決めるのが大変だと思う。何が決め手になるのかと気になるぐらいなんです。なぜこんなに似てしまったのか見ていきましょうね。どうやります。新しく出されました2つの提案なんですけど、 A 案 B 案と言いますけども、さまざま両方とも分厚さ結構あるんですよね。かなり分厚い部分をちょっと細かに、先ほどの大谷さんのご質問にあったような貴賓席